エンディングに今日の筋トレはこれだのコーナーで締めたいと思います。今日皆さんにやっていただく筋トレは、ふくらはぎです。皆さん、足がむくむなんてこと経験したことありませんか？今日は友達のインスタを参考にして、ふくらはぎの筋トレを紹介したいと思います。まずはストレッチをやってみましょう。アキレス腱伸ばし、経験したことあるんじゃないですか？この状態のまま膝を下に落としていきましょう。そのことによってアキレス腱と一緒にふくらはぎもしっかり伸びてくれます。通常のふくらはぎの筋トレはこのように地面からかかとを離せばしっかりとふくらはぎが効きますが、今日はこのポールを使ってみます。ポールにこのように寄りかかります。体はまっすぐにしてしっかりとふくらはぎを伸ばします。地面にかかとをつけるところまで伸ばして、そこからかかとを上げます。これを繰り返します。地面にかかとをつけようとすればしっかりとふくらはぎが伸びますし、しっかりとかかとを上げれば収縮して筋トレもできます。空いた時間に10回3セットを目標にやってみましょう。それでは今回の富士広報室はこの辺で